ギリシャで行われた東京オリンピックの聖火の再火式無観客での実施は史上初めてです大きな喜びと感謝とともにオリンピックの精神の東京で一緒に祝いしましょう オリンピック発祥の地、ギリシャのオリンピアで、今日う、おごそかに行われた聖火の祭火式。澄み切った青空の下、古代の衣装に身を包んだ女性が、鏡で太陽の光を集めて火を取り、第一走者が持つ東京オリンピックの統治に引き継ぎました。 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で史上初めて観客を入れずに行われた最下式これは2008年北京オリンピックの最下式の映像大勢の観客が見守っていました今回は観客の姿はなく出席者も大幅に減らす異例の事態となりました

小池都知事は今日今はバッハ会長がおっしゃってますように7月24日という予定に向かってみんなで進んでいこうと開催都市としてですね中止はありえないということを申し上げさせていただいているところですそして再開式を前に今後のことについて協議を行った IOC のバッハ会長と組織委員会の武藤事務総長は パンデミック宣言が出るということも、我々われはあの、えーまあ、想定をしている範囲内ですからね。バッ会長からは何から何東京が全く同じように、えー、ワンボイスになってくれていると。 こういうことを非常に評価していただきました聖火は開会式が行われる7月24日まで全国47都道府県を回る予定です